で元気じゃないと思う？どう考えても元気の人のね、あのテンションですけども、こんばんは、セリン、かわいい、ありがとう、よいしょ。今日はですね、何の話しようかな。なんかでも昨日マドレーヌ作ったんで、今日メンバーに、今日の稽古にいたメンバーと横内先生とかリサさんに一個ずつプレゼントしました。よいしょ。好評だった。そう、めちゃくちゃ美味しいって言ってもらえて嬉しかった。こんばんは。れいちゃまがストーリーあげてた。え、そう、れいちゃまさ、あげたのめっちゃ最後の方だったから、もうさ3つぐらいしかさ箱に入ってなくてさ、ちょっと映えてなくて、ちょっとごめんって感じ。やっちさん、何のやつだ。なんかハートがいっぱいだ、ありがとうございます。何ぎな、ん、全然何かわかんないけど、ありがとう。ケナさんからいい人、ありがとう。こんばんは。今日は北アルプスの雪解け天然水、水思いを飲んでいるかと思いきや、これを飲み終わったペットボトルに今水道水をぶち込んだ水を飲んでいます。こんばんは。今日さ、眉毛めっちゃ綺麗じゃない？眉毛超綺麗じゃない？最近眉毛描くの上手、明らかに上手になった。なんかさ、お芝居の時ってさ表情見えた方がいいからさ、なんか前髪上げた方がいいんですよ本当は。でもさえはあんまり前髪を上げたくないから今まで上げてなかったんですけど、まあそろそろ本番も近づいてくるしやるかと思って、前髪を上げるので気合を入れておでこを、違う、眉毛を描きました。丁寧に。ワンバンコ、お話し会のサイン届きました。お、早いですね、この間の。イエーイ、大事にしてください。うん、でも今さ、それこそマスクしながら稽古しててさ、マジで相手の表情ってさ目元しか分かんないから、まあ少しでもさ、そのおでこ上げたりして情報量をね上げたいなっていう。あー、やばい、めっちゃまつげ抜けた今ので。ごめんよ、我がまつげ。今白目だった。嘘。あ、なんでこっちはまつげ抜けないのに右だけまつげ抜けたんだろう今。そう、まつげ持ってかれたんだけど。外し方が良くなかったんでしょうな。こんばんは。今日メイク丁寧にやったからいい感じだな。もうずいぶん時間経ったし、マスクで撮れたのにね。今日は何の話をしようかな。あ、でもあれです、衣替え途中でとっちらかってたお部屋を、一昨日、昨日、一昨日か、一昨日やっと片付けたので、今いい綺麗なお部屋になっています。まあいつも配信では映ってないからね、あれですけど。そう、服の山が消えたよ。なんか出しっぱなしだった衣替え途中の服の山が消えて、ちゃんと収納場所に収納された。こんばんは。
明日は暑くなるみたい。あ、そうなんだ。今日なんかめっちゃ過ごしやすい気温でしたよね。こんばんは。暑くなるのか、嫌だな。嫌ですね、暑くなるのは。なんか春来なくない？なんか夏もしくは梅雨みたいなさ、繰り返しで春全然来ないんだけど。ね、待って、まつげ抜けたから一箇所めっちゃハゲたやん。今日はまつげ美容液を塗って寝よう。こんばんは。でも今日さ、なんかもうずっと食材の買い物してなくて、もう食べるもんがね全然冷蔵庫に入ってなかったな。あの野菜とかが、野菜室空っぽだったんですよ。で今日帰りに買ってかなきゃなと思ったけど、雨降ってて嫌だなと思いながら、なんだかんだ買ってきた。2店舗もはしごしたんだけど、スーパーと八百屋さんはしごして、スーパーでお肉とか買って、八百屋さんでお野菜買って帰ってきた。今日の夜ご飯はサムギョプサル作って食べた。ゆずきちゃんとチームシャチのゆずきちゃんと一緒に食べに行って、初めて食べた美味しいサムギョプサル、また食べたくて。なんか今日スーパーでその焼肉用豚バラがなんか安くなってたの。ちょっと 30% オフだったから、ちょっとさすがに食べたくなっちゃって作りました。サニーレタス買ってきて、豚肉焼いて、油カリカリになるぐらい焼いて、コチュジャンとサムジャンつけて食べた。え、ちゃんと本格的じゃない？割とめんどくさいんで、あの貝割れ大根的なやつは省いたんですけど。えらいね、面倒でコンビニで夕飯済ましちゃった。いや結構ね、誘惑に打ち勝ったんですよ。なんかスーパーで惣菜も安くなってて、うわお惣菜買っちゃおうかなみたいな。そう、お惣菜今日食べちゃおうかなって思ったんだけど、いやいや、いくら安くなっているお惣菜でも作る方が安いわと思って、強い心を持ちました。何県の人ですか？長野県の人です。こんばんは。久しぶりにちゃんとした料理聞いた。あ、でもね、一昨日ぐらいかな、なんか作ったよ、忘れたけど。あと今日は何、あれはなんだ、なんか名もなき料理また今日作ったな。豆腐とキムチと卵と、あとちょっと調味料をシュシュってやって、スープっぽくしたやつ、ちょっとよくわかんない、名前もない、味付けも雰囲気でやったやつを作りましたよ。美味しかったです。名もなき料理。痩せました？わかんない、最近体重測ってないんだよね。でもそんなシュッとしたようにまだ見えなくない？でも最近筋トレとストレッチ、マッサージ、あとちょっとした、ほんとちょっとだけど食事制限始めました。そう、あの舞台のビジュアル撮影めっちゃむくんでて、あの壁写の次の日に、なんか変な訛りだったな、次の日にキスバイエイトのビジュアル撮影だったんですけど、壁写の日はそんなにむくんでなかったんだけど、その次の日バカむくんでてそうだからちょっとやだなと思って、本番はシュッとして出たいなと思って、まあ、チーム A の進行演もさ、舞台と同時進行ぐらいで進んでるから、ちょっと舞台も進行演もちょっとシュッと、今よりシュッとして出たいなと思って急にやる気出して頑張ってます。
食材聞いただけで普通に美味しそうでしょ。俺が配信見出した時よりシュッとしてる。お、本当ですか、嬉しい。成果出てますよ、ありがとう。みんなの応援で頑張れるぜ。こんばんは。あとはね、外歩いてる時、稽古場行く時とかさ、普通に外歩いてる時にエレベーターとかエスカレーターをできるだけ使わずに階段で生活してる。些細な努力。駅とかでさ、エスカレーターあるじゃないですか。エスカレーターを横目にこうやって階段上がってるよ。そう。さあ今日は何歩歩いたんだろう。でも今日そんな歩いてないと思うんだよね。今日は8400歩。まあ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 って感じです。こんばんは。まあ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 ぐらいですね。普通に稽古場との往復で6000歩ぐらい歩くんだよな。プラスでちょっと今日はねスーパー行ったりしたからプラス2000ぐらいしてるけど。待って、携帯の充電さすの忘れてた。充電が少なくなったよって言って配信が止まるんだから、こういうことをすると。早く新しい株式劇場で見たいです。もうぜひ見てください。でもどうだろう、あんま漏れてなくない、今回。いや、壁下漏れたこと一度もないけど、全部ブスだけど、まあいいか。よいしょ。なんかさ、その撮影とかしてて、結構その壁下とかって、なんだろう、結構撮り直しさせてくれるんですよ、納得いくまで。でもさ、なんかあんまり言えないから、なんか性格的に言えなくってさ、あんまこう撮り直せないんですよね、いつも。あとまあ何回撮り直しても素材は変わらないから限度はあるっていうね。こんばんは。一つ前の個人的に好きだった。あ、本当ですか。でもそれ基本的にさ、なんか目がちっちゃくな、ちっちゃいからさ、目がちっちゃく映るんですよね。それが嫌なんですよね。目が大きくなりたい。カラコン入れればよかったな。カラコンでどうにかなる問題じゃないけど。ふふふふふ。劇場さ、なんかエリーちゃんの隣なんですよ。え、つらい。エリーちゃんがもうプリクラで撮ったみたいなお顔の壁写、とんでもねえ可愛い壁写なんです、エリーちゃんが。勝手にエリーちゃんって呼んでるけど全然先輩なんですけどね。全然先輩なんですけど、そう、隣が可愛い子なのでちょっと辛いですね。まあでも辛い。免許証の写真は最悪です。その免許証とかさ、その証明写真的なって漏れないよね。免許証でもさ、免許証はそんなにひどくないかな。そんなひどくないかも。こんばんは。マイナンバーとかもね、漏れてんだよねさ。マイナンバーめっちゃ漏れてる。家で適当に撮った写真なのに。こんばんは。なんか家の白い壁でさ、ノーマルカメラでさ、カシャって撮って、それをね使ったの、証明写真みたいな感じで。めっちゃ漏れてんだよね。やるやんって感じ。
まあ、免許ね更新の時はなんかさ持ち込めるっていうじゃないですか、免許証の写真って。別のその証明写真屋さんで撮ったやつとかを持ち込めるって聞いたことがあるんで、次の免許証の写真はちゃんと綺麗に撮って持ち込みたいと思います。なんか警察署わかんない、更新どこでするかあんまよくわかってないんだけど、まだしたことないからその場で撮るとさ、なんか入ってます、はい、カシャみたいになるじゃん。ああまだ顔作ってなかったみたいなさ、そう撮り直しはできないからさ、もうなん綺麗に撮って持ち込もうって思ってます。眠くなってきちゃった。取り直すとお金かかっちゃう。あ、そうなんだ。でお金出せば取り直せるんだ。盛りすぎるとダメ。まあそれはね、本人確認ができなきゃいけないもんね。なんかなんだっけ、あれどこにあるんだろう、街中にある証明写真機みたいなやつあるじゃん。さあ、あれでさ撮ったことないんじゃないかな。なくて、あるかな、わかんないけど撮ってみたい。こんばんは。記憶にはないんですけど、あれで撮ってみたいですね。使ったことない。高校の時とか、高校の学生証顔写真付きだったんですけど、それもなんか写真屋さんで撮ってもらったな。写真屋さんで撮ってもらった。パスポートの写りはどう。うわ、覚えてな、パスポートとか今手元に多分ないし、実家だわ、パスポート使わないからあー、わかんない、どんな写真だったかな。まるで覚えてないですね。鳥ゾンパスポート。こんばんは。ねえ、証明写真でも難しいよね。証明写真って絶対漏れないもんね。早く髪の毛伸びないかな。毎日思ってる。早く髪の毛伸びないかな。そもそも盛ろうとするのが間違い。なんかさ、その私が思ってる盛るっていうのは、まあ、なんかその世間一般の盛るはなんかだ、なんだ、元の自分が100だったとしたら、それを120か130ぐらいで撮ることを多分盛るだと思うんですけど、私の中の盛るは100を100のまま映し出したいんですよ。え、絶対写真ってさ、実物よりブスになりません？え、それ、わかんない。私が自分のことを過大評価してるだけ？もしや。その可能性は大いにあるんですけど。こんばんは。なんかよくいない？うわ、写真より実物の方が全然可愛いじゃんっていうタイプの人。そうそうそう。そうなりたくないのよ。実物のままこう写真に収めてほしいわけ、基本的には。なんだろう、なんでだろうね。こんばんは。
だからさ、自撮りの写真に全然なんか小顔とか目を大きくする加工全然つけてない。なんかエモくさせたいからフィルターだけかけてるけど、あとちょっと肌綺麗になってるかもしれん肌加工とフィルターはつけてるけど、なんか小顔、顔の造形変えるフィルターの全くかけてない。そう、こんばんは。なんかそのままを、ちょっとお肌は綺麗に映すけど造形としてはそのままを写したいんですよ。だってさ、どんだけ写真で持ってもさ、こう配信とかさ、実際に来ていただいたり、あった時にさ、あれ写真の子いないなみたいな、なったら悲しいから、そう、あんまりこう加工したくないんですよね。そう、みんなを幻滅させたくないみんなに幻滅してほしくなさすぎて。こんばんは、こんばんは、こんばんはに、あ、失礼しましたふざけてしまった。こんばんは。でも私より強いのはマリアちゃんとかカレンちゃんはノーマルのカメラで撮るんですよ。 iPhone 純正のカメラで撮るの、それには勝てないですね。純正で耐えうる顔面すごない？すごいよね。だからさ、もう頑張って今肌きれいにするためになんかいろんな試行錯誤してるんですけど、でもさ、もう加工してないからさ、肌が綺麗になりさえすればさ、純正カメラでも別に何ら問題はないわけだから、スキンケアマジで自分に合うスキンケア一生探し続けてる。最近割と綺麗な方だけどね。いや最近綺麗じゃない？ちょっとマスクのせいでポポポポポってのはここにあるんですけど、ポポポポポって、こう配信だとさ、なんか薄くなってるけどさ、実際見るとちょっと目立つんですよ。なんかこうマスク当たるとこマジでもう肌よ、敏感肌すぎて肌弱ちゃんだから、マスクに一生負け続けてる。敗北です、ルーザーです、ルーザー。はあ、マスクに勝ちたい、マスクに勝ちたいぜ、勝たせてくれ。肌荒れしないマスクを開発してください。どのマスクを使っても肌が荒れるんです。でもなんかマスク生活が始まってすぐの時はもっともう荒れちゃってて、もうどうしようって感じだったんですけど、スキンケア頑張り始めたからマスクしててもこのぐらいで持ちこたえられるようになった。最初もっとひどかった。でもさ、なんかお肌ってさ摩擦良くないっていうじゃないですか。マスクしてる時ってさ、そう喋ったりとかさ、そういう時にこう、ね、擦れるじゃないですか。だから絶対さ、何もマスク生活がなかった時代の人よりさ、今のさ人の方がさ肌の老けるの早いと思うんだよね。マジ損。え、私どうしよう、年取ってからめっちゃ肌ガサガサになってたらやだな。ショールームの加工で顔細くしてみて。なんだっけ、ショールーム加工できたんだ、できるようになったんだっけ、ついちょっと前に。どうやってんの？え使ったことなすぎて分かんない。あ、これかエフェクト、これじゃない、あ、これっぽい、あった。ちょっと遊んでみようっと。さあ今からエイリアンタイムのスタートです。まず何、何から始めたらいいのこれ。野生顔
え、すごい、いくよ。え、すごい、キモ。すごくない？見た今ウニューンってなったの。さすがにおもろいやん。え、さすがに面白くない？ちょっとおもろすぎたな。今これゼロです。これ今ゼロですね。これ今ゼロ。100いくか。100これです。え、でもさ、すごい後ろのドアが歪ん、あ、指が歪むわ。後ろのドア歪んでないんだけど、すごくない？ちょっとこのまま喋るとキモいからやめるわ。はあ、キモいな。次、あ、歯白くできるよ。あんま歯白くないんだよ、麦茶のせいで。麦茶とコーヒーのせいで。おお、すごい。まあ歯は白い方がいいですからね。え、これでやろうかな毎回。歯だけめっちゃ光ってる。歯だけにハッハッハって笑っちゃった。瞳って何？やってみていい？あ、すごい、めっちゃ光キャッチしてる。え、怖くない？目に超キャッチ入ってんじゃん。すごっ、すごい、疑似ダイヤモンドアイ体験できるやん。あ、え、あれ元々か、わかんない、どういうあれだったのかわかんなかった。クマ取り、え、これ変わった？あ、ちょっと変わってる。あー、おもろ、すごいね。あと何があんのこれ。小顔、これまた怖いぞ。あ、え？え、あんま変わってない？あんまよくわかんないや。おお、あ、フィルターあるよ。フィルターなんかさ、キモいんだよな。北海道ってフィルターある。あ、すごい白い。白黒みたいな。全部キモいな。なんかいい。あ、すごい、昭和のテレビみたいになっちゃった。ジジ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 ジってなってるやん。絶対このセピア色のテレビは昭和や。いや、これもちょっとセピア色だ。これ3、太陽、これの酸素っていう名前なんだけど、オキシゲンって酸素だよね確か。あ、これ完全に白黒。あ、違う、ちょっと唇赤いか、ちょっとわかんないや。はい、普通に戻します。いや、普通が一番じゃね、結局普通が一番説悪くない？何もいじらないのが一番いいですね。さて、遊びました。すごい、なんかさ、全然さ、加工とかしないからさ、全然知らなかったけど、改めて新しい、新しい機能を見てみるとおもろいっすね。こうやって考えるとショールームってどんどん進化してるんだな。すごいね。こんばんは。すごいね、ショールームには感謝だね。エイリアンおもろすぎた。ウケる。あと肌加工とかもあるよ。肌加工は強くすんね。もうペラッペラになりそう。あ、すごい、今肌加工100でかけてるんだけど。え、
すごくない？なんか浮いてね、コーティングされた肌みたいになってる。戻しておきましょう。ちょっと気持ち悪かったね。こんばんは。加工より可愛い私ってことかな。え、でも正直さ、なんか変な加工するよりはその元の方が人間として良くない？人間としてっていうかさ、その自分の中でなんですけど、やりすぎるとさ、やっぱエイリアンになっちゃうじゃん。最初の小顔とかも、なんか適度な小顔だったらちょうど可愛くなるのかもしれないけど、わかんないけど、やりすぎ厳禁ですね。でもすごいね、なんかさ、写真とかってさ、その一枚のあれだからさ、加工ができるのはわかるけどさ、こうリアルタイムでできるのすごくない？配信で加工できるショールームの機能めっちゃ何？システムとしてすごくない？ねえ、思いません？すっぴんで配信してくれるのも感謝。あ、確かにすっぴんの時はさ、加工したらちょうどバランスよくなるのかもね。確かに、待って、それ目大きくなるやつ遊んでない気がする。目大きく、あ、目大きくあった。やってみるね。青鬼みたいになりそう。あ、すごい怖い。なんか目大きくなりたいと思ってたけど、こんな顔にはなりたくないわ。ごめん、目大きくなくてよかった。え、もうこれ以上ならなくていい。ちょうどいい、ちょうどいいとこ探そう。100はやばいから。え、でもこの辺でもうちょっとキモいもんね。やっぱさやは加工に耐える顔面じゃないのかもしれない。遊んでみたよ、いっぱいいっぱい遊んでみた。プリクラですか？マジプリクラのレベル、最近のプリクラすごいよ。あの顔全然違くなんの、めっちゃおもろい。そうね、待って、変な加工してからこの顔見るとなんか全部が薄く見えるんだけど、やだ。やっぱ加工はしないのであればしないままの方がいいな。一回したら撮った時絶望するから。なんかこれじゃない感出てきちゃった、顔面に。顔面にこれじゃないも何もないんですけど。でももうこの髪型嫌だな、なんかもさっとして見える。誰かセットしてないからか。なんかさ、この長さの髪のセットの練習したいんだけどさ、正解が分からなすぎてさ、うん、結局ストレートでこうやって丸くしちゃうんだよね。なんかなんていうの、センター分けとかやってみたいんだけど上手にできないんだよね、自分で。全然センターじゃないし。もうちょい伸びれば外羽とかできそう。そう、あとちょっとなの、外羽まで。あとちょっと、ちょっとって思ったけど、多分3センチぐらいあるから3ヶ月くらいかかるか。この辺意外と短いんだよね。サリン、声と顔のイメージが、あ、どっちだ、この星は一致してるのか乖離してるのか、どっちなんだ。絶妙なところが星になってしまった。どっちなんだろう、合ってるのか離れてるのか、どっちなの、教えてくんなまし。前髪どの状態が一番可愛いんだろう。今日は上げてますけど、合ってる。あ、本当？
合ってますか？でなんか時々によって声の高さ全然違うからさ、なんか今日稽古してて思ったの、なんか返事するとき、ちょっとこここうやってってやった時の返事めっちゃ高いんですよね私。はいみたいな、はい、違うな、はいはいはいくらいで返事しちゃうんだけど、高すぎてキモいよね。こんばんは。なんか人と話すとき、2人ぐらいで話すときは結構このぐらいの声、低め、どちらかといえば低め、これぐらいで喋ってるんですけど、人が増えてくるとちょっと声通る声の方がこう、まあみんなに聞こえるからちょっとこう上がるんですよ。ちょっと声がこのぐらいかな、このぐらいまで上がるかな。あと先輩とかと話す時とかもこのぐらいの声かな、この高さかな。なんか明るく見えるじゃんこの声で喋ってると。なんかこの声、いやそうですね、この声で喋ってるよりはこのくらいのね高さで喋ってた方が印象がいいじゃないですか。なんかこのあとまあ勝手にこのくらいになるんだけど、なんか毎回こう今は低く喋ろう、今は高く喋ろうみたいな全く考えてるわけじゃなくて、勝手にその時々で変わってるんですけど、その若さと寝癖は大丈夫？いや結構毎日寝癖に苛まれています。朝起きたらなんかとんでもないことになってるけど、この長さだとドライヤーでブローしたらマジで10秒くらいで治るんで最強です。ドライヤー10秒くらいかければ外に出れる髪の毛にはなります。ゆりちゃんはどのくらい高くなるの？ゆりさんと喋るときどのくらいだろう。まあ高いでしょうね。どちらかといえば高い方ですかね。でもまあこんぐらいかな、こんぐらいの声だと思う。こんぐらいの声で喋ってます、ゆりさんの時は多分ね。わかんない、なんかさ意識してさ上げてるわけじゃないから、こう正解はあんまりよく分かってないんですけど、こんなもんなような気がします。予想ではね。あでもさ、この前その4のゲネを見に行った時に自分の壁紙を見に行ったんですよ。そういえば廊下新しくなってるわと思って、でこう自分の主人とこうやって写真撮ってさ、この前メールで多分送ったんですけど、それとは別にゆりさん単体でこうゆりさんにこうハートしたやつ、ハートしてこうやってカシャッカシャッってゆりさんの顔を撮ってゆりさんに送った、か世界一可愛かったですって。だって世界一可愛い人の写真があったらそら写真撮るやん、誰でもするじゃん。で私さ、なんかさ自分の壁写さ A のところにしかないと思ってさ、 A さ一番上にあるんですよ写真が。なんかこうこうやって撮ったんだけどさ、 8 のところにさ普通にさなんかいい高さのとこがあってさ、こんな風に撮らなくてもさ一番いいところに本当はあったからさ、後で気づいたんだけど、あ8のところもあったわと思って、そうなんか頑張っちゃった。すごい頑張っちゃった。なのでみんな近くで見たい場合は8のところで見てください。低めにあるんで、ちょうど目線とかと同じような高さにあったんで、 A はちょっと一番上にいるんですけど。家族と電話するときと家族以外の人と電話するときって声のトーンって変わるの？家族以外の人と電話することがないのでちょっとわかんないっすね。あれ？友達いないな。で電話のときってさ普通に喋るときより高くなるよね。なんか通らなくなるじゃん電話って、だからなる気がする。
え、電話する友達とかおらんが？おらんけど。家族と電話してる時どんな感じなんだろうな、あんまりわかんないけど。今時はあんまり電話しない。いや、結構周りのメンバーとかなんか、まるまるちゃんと2時間電話しててさとか、毎日電話してるとかよく聞くんで、最近の人というよりただただ私がしないだけのような気がします。おかしいですね。あちゃー、こんばんは。みんな電話して何話してるんだろう。多分私さ、毎日ショールームでさ1時間ぐらい一人喋りしてるからさ、喋ることないと思う。そう、人と電話したとて。こんばんは。多分人の、他人、私以外の人が友達とかとの電話で発散している喋りたい欲をショールームで全発散してる気がするね。そう、メールが多いの？でもさ、あんまりさ、メンバーと LINE とかも、友達メンバーと LINE とかもしないから、単純に他人との関わりめちゃくちゃ少ないんだと思う。なんでなんですかね、ちょっとわかんない。理由はちょっとわかんないんですけど、おかしいよね、ほんと不思議なもんです。長野の方言ってどんなの？長野は、長野県民はみんな自分は標準語を話していると勘違いしているんですけど、実は結構方言あるっぽくて、なんだろう、でもなんかこうさ、はい、方言を喋ってみてくださいって言うと難しいんだよね。なんだろうな、もうこれからさ、方言を喋ってくださいって言われた時にさ、すぐ対応できるように、もうテンプレ文章を作っといた方がいいんじゃないかって最近思ってるんだよね。あまりにも難しすぎて、その急に考えると。そう、なんだろう、長野の方言ね、長野の方言を潤沢に使った例文考えたい。何？思いつけないけど。今度考えておきます。さっきのソーダガーは方言なの？え、方言じゃなくない？全然わかんないけど。え、ソーダガーって普通に使わない？標準語じゃないのかな？そしたら方言なのかも。わかんないけど。この前マツコさんのテレビで松本の牛乳パン出てたの、ありそうだった。牛乳パンね、なんかさ、ちっちゃい頃はあんまり好きじゃなかったけど、最近好きです。え、だが使わない？だってだがしかしみたいな。え、そうだがしかし、だがし、だがしかしとかみんな使わないの？なんか文豪の文章とかに出てくるイメージあるけど、わかんない。もしかしたら方言だったのかもしれない。わからぬ。使わないんだ。じゃあ方言かもね。だがーってめっちゃ使うわ。けど、けどみたいな意味だよね。方言なんだ。また新たな方言見つけちゃったんだけど。やっぱ
長野県民自分が標準語喋ってると思ってるからさ、方言じゃないと思ってんだよね自分が喋ってんの。そう言われてやっと気づく。前髪前髪上げてるのと下ろしてるのどっちが似合うんだろうな。長くね前髪伸びましたね。切りたい切りたいです前髪。個人的には下ろしてる髪の毛の方が好きなんだけど、前髪下ろしてる方が好き。で前髪下ろすんだったらこれずっとここを下ろすとなんかシルエットが気持ち悪いんで耳かけたいですね。いい髪型模索中。丸顔やからな、前髪上げると顔丸く見えるんだよな。あでも確かになんか顔のシルエットなんかちょっと前よりシュッとした可能性あるな。前髪下ろしたらちょっと見えるかも。なんかもっとさこうなってたよね一番ひどい時、一番デブってた時。前髪ずっと上げてたから変なうねり方しとる。変なうねり方してんな。こんばんは。前髪どう処理したらいいんですかね。難易度たかしくんですね。あくびが出た。眠くなってきちゃった。なんか最近寝つきまた悪くてさ、昨日とか3時ぐらいまで寝れなかった。一昨日はなんか1時に布団入って3時半まで寝れなかった。なんで？早く寝たいのにね。そう電車とかだとさ寝ちゃうぐらい眠たいのに、睡眠は不足してんのに夜寝れなくて不思議だから、昨日もう寝れないからホラーゲームの実況を見て寝た。見終わって寝たわ。なんだろう、危なっ。こぼしたかと思ったら蓋をしたプロテインのボトルでした。あ、また倒しちゃった。床に置くのやめよう。よいしょ。体を疲れさせれば。いやでもさ眠い、昼間とかさ夕方とかは眠いんですよ。なんか夜9時10時くらいとかも眠いの。でもその布団入ると眠くなくなっちゃうんだよね。なんでなんですかね。むしろ毎日稽古して体は疲れてるし頭も疲れてるから早急に寝たいんですけど、おかしいね。だから今日こそよく早く寝れたらいいなと思ってます。そんなこんなでそろそろ配信終わりにしようかしら。いっぱい喋ったわ。楽しかった今日も。髪不利になってきた。まだ気になんないか。さて
ランキングを読みます。13位ラピスさん、ありがとうございます。12位クロギツネさん、ありがとうございます。11位アキウミさん、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位マンダリンさん、ありがとうございます。8位タテムキンケイさん、ありがとうございます。7位ミミミちゃんさん、ありがとうございます。6位トモチさん、ありがとうございます。小安さん、ありがとうございます。4位バイクトさん、ありがとうございます。3位ヤチさん、ありがとうございます。2位ケロンさん、ありがとうございます。そして1位はトメさん、ありがとうございます。ということで、みんなも早く寝てください。私も頑張ります。おやすみなさい。バイバーイ。